は、ゆめしです。本日はですね、ユニクロの新宿三丁目店が9月16日にね、そう、オープンするっていうことで、プレオープンにね、ご招待していただいたので、ちょっと今日はユニクロでね、ユニクロ U とかも買えるとのことだったので、新宿三丁目店でお買い物をしていきたいなっていうふうに思っています。ちょっと動画を回せたらなって思っているので、最後までご覧ください。今回はですね、まあ話題のね、ユニクロ U が発売ということで、ユニクロ U のアイテムを中心に見てきました。ユニクロ U ね、本当に毎回人気ですよね。本当にシルエットとか、そのデザインとか、本当に洗練されていて、めちゃめちゃかっこいいんですよ。で、私もユニクロ U ね、すごく気になってたんですけど、こうやってね、店内で見ると、よりね、こう気になるアイテムがどんどん出てきて大変でした。今回は試着させていただいて、特別に店内でね、コーデを撮影しまして、そちらをね、お届けしたいのと、実際に私がね、買った購入品紹介もしていきたいと思っています。ユニクロ U のバッグもね、かなり使えそうで可愛いし、こんな感じのセーターも可愛いし、いやー、どれを着よう、かなり悩みました。ということで、ここからは店内でのコーデ紹介をしていきたいと思います。はい、ということで、まずは気になっていたこちらのストライプ柄のね、シャツと、このブラウンカラーのね、パンツを履いてみました。パンツはシルエットが特徴的なので、私が着るとどうなるかなと思っていたんですけど、こんな感じでですね、すごく綺麗なシルエットでウエストが細く見えるし、足もね、ちゃんと長く見えてかなり良いと思いました。ブラウンのカラーも可愛いです。そしてシャツもかなりね、高見えするシャツで、すごくこうアンティーク感漂うような感じがとっても素敵だなと思いました。オーバーサイズなね、このシルエットもすごく素敵です。はい、そしてですね、気になっていたカーディガンを先ほどのアイテムに合わせてみました。このカーディガン可愛いですよね。なんか丈感とかもちょっとショートな丈感がちょうどいいし、すごく軽くてね、着心地良かったです。すごくいい感じ。はい、そして続いてはこんな感じのね、ナチュラルアウトドアコーディネートです。そう、気になっていたスカートと男女兼用でね、着れるこんな感じのパーカーを着てみました。バッグや帽子も今回のね、ユニクロ U のアイテムです。スカートとか結構気になっていたアイテムで、丈感とかどうかなと思っていたんですけど、丈感もすごくちょうど良かったし、やっぱりね、シルエットすごく綺麗でした。バッグはですね、ユニクロ U のアイテムの中でもかなり人気のアイテムらしいです。このクシュッとね、する感じがすごい可愛いですよね。軽いっていうところもね、すごくいいポイントです。そしてですね、帽子なんですけれども、これとっても可愛いですよね。撥水加工とかもされていたりとか、アウトドアでもいけちゃいそうなね、すごくね、いい生地の帽子なんですよ。フリースのパーカーとのね、相性もとっても良くて可愛いです。はい、そして続いてはこんな感じのね、ワインカラーが可愛いタートルにホワイトの気になっていたパンツを合わせてみました。タートルはですね、この首の立つ感じがすごく可愛かったし、リラックス感のあるシルエットがすごくいいなと思いました。個人的にはですね、このワインカラーに惚れてしまいました。パンツはかなりね、気になっていたアイテムなんですけど、こんな感じでね、ベルトがついていて、ベルトはね、取り外し可能です。気になっていたアウターは、このショートな丈感がすごくね、今っぽくて、とってもおしゃれだったし、かなり使いやすそうだなと思いました。すごくね、軽くってあったかいっていうのもいいなと思いました。はい、そして続いて最後は気になっていたセーターにすごくリラックス感のあるパンツを合わせてみたコーディネートです。
このセーターはこのざっくり感がねすごく可愛いし、とてもね着心地も柔らかく良かったです。パンツはですね、下にボタンがついていて、ストレートなシルエット、カーブなシルエット、2パターン楽しめます。ニットストールはこんな感じでね、マフラーみたいに合わせることもできるし、広げてちょっとこう肩からね、かけて大人っぽい印象で合わせることもできます。ちなみにですね、新宿三丁目店にはこんな感じでオープンも記念した新宿の猫企業さんとのね、ここでしか買えないコラボアイテムとかも置いてありまして、すごく面白かったです。うん、素敵ですね。はい、そしてですね、厳選3着ユニクロ U のアイテムを購入しました。この後購入品紹介もしたいと思います。ということで、もう夜なんですけれども自宅に帰ってきました。そしてじゃじゃーん、ユニクロね、新宿三丁目店でユニクロ U のアイテムを買ってきましたので、まあ、そちらのねリアルな購入品紹介をしたいと思います。3アイテムユニクロ U のアイテムで選んで買ってきたので紹介したいと思います。まず1着目は、せーの、着てたユニクロのプレミアムラムリブカーディガン、4990円の商品です。カラー展開は3色展開あって、私はベージュのカラーを購入しました。サイズ展開は6展開あって、身長160センチの私は M サイズをね今回購入しました。なんか店内の方ではこうユニクロ U のねアイテムとこう全部合わせてこちら着たんですけど、こう私服のねナチュラリーなこうワンピースとかと合わせて着たりとかしても、またちょっとこう雰囲気が違う感じで自分に馴染む感じになって、すごく可愛いなと思います。なんかね、丈感がそう長すぎない、このくらいのねちょっと短めのすごいちょうどいい丈感なんですよ。だからこう何と合わせてもこう重くなりすぎない感じで着れるかなと思って、すごくいいなと思いました。あとカラーがねこんな感じのカラーなんですけど、なんかベージュのカラーなんだけど、ちょっとこうピンクみもあるような、すごいなんか絶妙ないい感じのカラーなんですよ。まあこのねざっくりとこう編まれてる感じとかもほっこり感があって可愛いし、ここがねちょっとこう V ネックっぽくなってるのも、いろいろなアイテムと合わせやすくってすごくポイント高いです。あとね、私ねこのポッケがねここにこうやって縦でついてるのがすごく好き。なんか私とか結構横ポケットとかだとなんかいろいろ物落としちゃうんだけど、これならなんか落とす心配もない縦ポケットですね。袖の長さとかも私手長い方なんですけど、 M サイズでこうちょっと萌え袖な感じで、ちょっとゆるっと感がとても可愛いなと思います。それでは次、続いてはこちらを購入しました。こちらはユニクロ U のオーバーサイズシャツ、3990円の商品です。カラー展開は2色展開あって、私はベージュのカラーを購入しました。サイズ展開は6展開あって、私は M サイズを購入しました。ということで、このシャツもとっても可愛いですね。これレディースの M サイズなんですけど、しっかりとお尻がね隠れるような長めの丈感で、かなりゆとりのあるようなね本当にオーバーサイズのシルエットです。まあ、このまま1枚でねダボっと着ても可愛いし、やっぱり秋とかはボタンを外して羽織みたいな感じでこうゆるっと着てもすごく可愛いかなというふうに思っていいなと思いました。長めの丈感とかだと、これから先ニットとかベストとかを合わせて下の部分をこうちょっと出して着るのも可愛いのかなと思います。まあ、そしてねこのシャツの一番気に入ってるポイントは、ストライプと色味がすごく気に入っています。なんかこうちょっとこうアンティーク感もちょっと感じられるような、イギリスの昔の映画みたいなとかに出てきそうなような高級感のあるストライプと色味かなと思います。生地感はねちょっとこう張りのあるような生地感です。ちょっとシワにはなりやすいような気はしますね。これから先ね、まあ、これをどういう風に着ようかなとちょっと考えるのが楽しみです。それでは次、ということで最後はじゃじゃーん、こちらのボトムスです。
こちらはですね、ユニクロ U のラウンドジーンズ3990円の商品です。カラー展開は5色展開あって、私はブラウンのカラーを購入しました。サイズ展開は9展開あって私は23のサイズを購入しました。こちらのボトムスなんですけれども、やっぱりね、このシルエットがねすごく特徴的ですごく素敵。はい、まあ、このパンツはこんな感じで、横の感じがちょっとこう丸みがあるようなねシルエットなんですよ。それがねなかなかないデザインですごく素敵ですよね。なんか丸みのあるデザインって、まあ、最初はちょっと太って見えちゃったりとかするんじゃないのとか思ったんですけど、なんかこのね部分が結構ハイウエストな感じになっていて、こうキュッとしているのですごくこうバランスがよくってね、こうウエストが細く見えて足も長く見えてっていう感じで、スタイルがよく見える素敵なねデザインだなって思いました。そして私がやっぱり気に入ってるポイントとしては、このカラーですね。すごくこの秋冬に大活躍しそうなこのブラウンカラー、すごく良くないですか？なんかこんな感じでね、あのインしてちょっとハイウエストな感じで着ても可愛いし、ブラウンなのでワンピースの下からこのブラウンのパンツをこうチュニックみたいな感じでチラ見せしても可愛いかなとか思っています。すごく素敵です。大活躍すると思います。ということで本日の購入品は以上になります。新宿3丁目のお店の雰囲気から、ユニクロ U のコーデから、まあ、購入品からということで、みんな楽しめてたら嬉しいなって思います。この動画がね面白かったよ、楽しかったよ、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、動画に関するコメントもお待ちしています。目指せ10万人ということで頑張っているのでお願いします。ということでまた次の動画で会いましょう。ではまたー。